やっぱ問い合わせ増えてます。そうですね、お金増えてますね。だしやっぱり YouTube 見てきた人が多いっす、うん、まだある、まだあるっす。突然の、うん、突然のこの間も突然の人で電話来て、あのすいませんって電話来て、あのフォークないですか、社長さん、フォーク何のフォークだと、重機につけるハサミないですかって、ああもう あるんですけどって話、まあこういう話をしてるので、油圧じゃなく機械式、機械式、うん、まあの方が中古でいいんですって。まあ俺中古はもうハサミ進めないんですよ、もう中古買っちゃって機械によってピンのサイズ違ったり腕の幅違ったりするから、合うだろうと思って買って合わなかったらピンとかブッシュ買ったりすると、もうそれだけで結構うまいんなんですよ、うん、なんで結局例えばじゃあ中古のハサミをじゃあ8万で買いましたって言っても、結局最終的には送料だなんだかんだイヤホンとか買ってるね入れちゃうと十何万になっちゃうんですよ。ピンも合わないし13万の15万とかなっちゃうから、それ考えたら結局あのよくヤフオクの話するけど、ヤフオクで結構売ってるじゃないですか、出回ってるメーカーで、うん、ね、いろいろ、ATT 販売とか何とかって結構いろいろ出ると思うんですけど、そういうところのやつを買った方がいいです。新品で頼んじゃった方が帰って、機種を言って頼んだ方が来れば帰ってポンとつけれるから、それに合わせたそのメーカーさんが機種に合わせたピンのサイズ、ブッシュのサイズ全部よこすので、本付けですから。で何があと一番怖いかって、中古買った時に付けなきゃ分からないんですよ。は開いた時にあのねじれる時あるんですよ。結局あのハサミって機械式って指輪でバラバラになってるからピン2箇所で止まっただけなんですよ。あのシリン腕の付け根のシリンダーだから、あの曲がってる時あるんですよ。閉まってる時は良くても開いた時にくにゃってこうなってるやつよね。そうすると結局いざ次掴めなくなるから、歪みがあるんだ。歪みがある。だしあと爪先減ってしまってると、この髪型が甘かった。結局シリンダーつけた時に浮く時もあるんですよ、うん、そのストロークのなんか関係で、だからそれがガチャッとこうなるのをやっぱ変わらないで意味がないじゃないですか。ここの隙間あるから挟んで落ちちゃうから、それ考えんだったらやっぱり俺は同じガラスだったら最初高いかもしんないけど新品買った方が間違いないよっていうのが、でその人はだからどうしたんですかって言ったら、あの YouTube を見て問い合わせ来たんですよ。もう向こうはねあれですよね、俺のことをいつも見てるから分かるんですよね、友達がからさ、すごいバンバン喋ってくれるんですよ。こっちすごい引きますよね、あーすいませんあーそうなんですかなんて、俺はもう分かんない、だから分かんないね、初対面だもんね、まあ、俺は空想の流れと話してるし、ね、あっちはもう俺が友達もういつも見てるから分かる人だと思って喋ってくれる、まあ私はありがたいですその分はね、うん、いや親しみを持って喋ってもらうのありがたいんだけど、俺の対応をどうするかですよねまあそういうこともありました。もうあっちはいつも見てるからって感じなんですね、でもやっぱ皆さん親近感で、うん、見てくれて、逆にそうやって、まあ、いつも会ってるイメージになってこう話してくれて嬉しいですよね。逆にいろいろ聞いてもらって帰ってもらえばいいですよ。ああそうなんです、こうなんですかって、こうですよって、ああやっぱ聞くと違うねとかね、やっぱ言ってもらって、今の話、ハサミの件も聞いてると、うんうん、あれですね、本当に何か買う前に、うん、小野寺さんに相談した方がいいですね。俺は正直、自分の、まあ、自分の商売だから儲けなきゃならないけども、でも、中古を買っていいとこ悪いとこ必ずあるんで、だったら同じお金出すんだったら、新品の方がいいですよ。新品でも、まあ、何の知れてる有名どころのものを買うんであれば高いけども、まあ、そんな使う人じゃなければ逆にヤフーオークションとかなんかに出てるものを買うのも俺はいいと思います、うん、だから私にもそうやって売ってますから、正直言うとハサミ欲しいんだよねって、いやメーカー品買うともう30万40万だよと、うん、いやそれでちょっとあれでしょうし、お客さん仕事あの持ってるお客さん個人の農家さんとかやっぱいるから、そういう人とかあとちょっとしたね自分であの定年してやってますよとか山買ったんだとかっていう人がいて、そういう人には俺そういう風に勧めてますね。小松だ、コベルコだ、ヤンマーだ、うん、ありますけど久保田でもあるけど、うんうん、なんて言うんだろう、やっぱり用途によってほらそれが農業だったり土木であったり、うんうん、はいはいはい、林業であったり、はいはい、それによってやっぱり用途違うじゃないですか。そうするとうん、いくら新品をその営業マンに聞くって言ってもわからないこともありますもんね。多分ね、やっぱり新品でいい面と悪い面もあるし、うん、じゃあこのお客さんにこのものを売ってお客さんがそれで納得するかもしれないけど、うん、それでこの人は利益が出るのかって俺考えちゃうんですよ、うん、
この点じゃいいものを高い、ね、メーカー品のものを30万40万のも多分売ります。売ったところでこの人はこのお客さんは得をするだろうかと、できるのかっていう、うんうん、であればそんな用途使わないんだから、じゃあそんなにそんなね、あのメーカーの頑丈なものじゃなくてもいいよねってなる。だからフォークだって様々あるじゃないですか。フォークの話にもなってるから言うと、機械式は油圧式もあればっていう、だしその機械式の中にもそのいろいろ種類はあるので、結局3点式もあるし2点式もあるしとかあるし、で補強も入れたりとか、補強も入れなきゃ何でもし、入れなくてもいいのもあるし、やっぱそのお客さんに応じて。だからこの間その東映式兵器は機械私買っちゃったんで、も新車買っちゃったんですって。買っちゃって、いやでもフォークをつけるんだったら腕に補強入れないと、2点式だったらあの腕曲がっちゃうからやんなきゃダメですって。下手すら折れますもんね。折れます、うん、だからそう言ったらば、いや新車なんで溶接したくないと、うん、で溶接なくてもできるのあるんですよねって、あるけども高いですよと、うん、であればちょっとそこら辺はちょっとあのどうにした方がいいかっていうのを考えなきゃいけないんでって思った。そうすると油圧が欲しいところですね。あと配管、まあ、油圧配管があればしたらば、正直言うと油圧フォークで、油圧フォークに変えることもできたんです、ね、そうすれば補強いらないですもんね、うん、そうなんです。だしやっぱり油圧、正直今私思うんですけど、自分もそうなんだけど、配管やっぱある機会買った方がいいですね、うん、使う使わない別にして、うん、その後付けっていうと、もう正直多分今どんぐらいかかるかあれ、まあ、機械の大きさによると思うけど、まあね、だいたいミニでも何でもだけど、だいたいやっぱ100万弱かかるってよく言ってたので、やっぱ後からつけると金かかるんですよ。であればもう最初からあったものを、ついてるものを買うの方が本当は理想ですよ、うん、何かに使えるから。で今だ結構やっぱりあの人材不足になってきて、やっぱ機械代理になってるところは草刈りもそうじゃないですか、まあ、この間も私マルチャーのやつ見に行ったんだけど、やっぱりそうやって今まで結局人で整備してたものができなくなってくる、それをやる人もいなくなってきた。であればやっぱり機械食べなきゃならないから、で機械どういうふうにするかってなった時に、やっぱりそういう荒れた土地をあのやらなきゃならない時は、結局マルチャーみたいな、結局ね切り株も全部こなせるような機械にして全部さら地にしてしまうことになる。でそのためにはやっぱり配管がなきゃできない、やっぱり油圧の力っていうのは大きいと思うので、やっぱモーターだけじゃできないんだ。例えば草刈りのじゃあ 農業用のねハンマーナイフだって結局限度あるじゃないですか。限度ありますね、うん、であれば私もハンマーナイフ持ったけど、やっぱり木だってある程度はできるけど、それでできないんですよ、うん、だそれをゆっくりもちゃんとこなせるような機械にするのが大事だと思うので、やっぱそうするとやっぱり重機にしても配管が欲しくなる、うん、でボブキャットもそうじゃないですか。ボケてあのスケットローダーだって結局ね、配管あればそれに対していろんなアタッチをつけてる、うん、私藁もやってるからですけど、藁だって結局ただの対応してもダメなんですよね。配管があって初めて使うものがつけれるとか、で冬になったら除雪にハイドバンつけれるとか、やっぱそういう風なことができるんで、やっぱりまあ私的には最低限別でこつれる一本の配管があればいいのかなと。じゃあこれから買う人は本当配管は、そうですね、うん、最低ブレーカー配管あればやっぱりいろんな用途に使えると思います。いろんなことやっぱり油圧の力が一番結構俺は重要かなと思って、新車でも何でもいいから、じゃあ F ラインに相談、まあ、私もらえれば私も新車も引っ張れるって、ね、あし、だからって無理してお客さんが新車欲しいんだってきても、うん、結局私が話聞くなんてどんなに使うか聞いてみて、うん、新車まで買う必要性あるのかなと思えば逆に新古車みたいなのやってもいいと思います、うん、やっぱりそのたかが10万20万でも変わればその分別に当たってると買えるじゃないですか。今言った通りハサミだってできる、じゃあ腕の補強代が補強入れる分の分に当てれるお金をね、加工っていうのが何かで やってもらえればいいのかなと思います。だから、うん、迷ったら電話もらえればその辺を話ししてあげるので、ミニクラスで配管つけるとなると最初の見積もり、あ見積もりどうなんだろうね、新車の時、新車の時、いや新車でやれば多分そんなに変わんなくできるかもしれないですよ、最初の設定上で。もしか分かんないですよ、俺も新車の水を取ってないか分かんないけど、もしかすると最初から新車買う時に設定上であの油圧配管ブレーカー配管つけてくれよって言えば、もうつけた機種があるはずなんで、そうですよね、そんなに変わらず出てくると思います。多少の誤差はあるかもしれないけど、最初からつけて新車買うんだったら最初がついたものを買った方がいいです、うん、後からつける大変なんで。だから私お付き合いしてる前の3年前ですけど、どうか建設屋さんも新車買うんだって私も水盛り来たりしたんで、わざと私
腕に補強入れさせるんですよ、うんうん、配管が欲しいんだっていつでブレーカー使うかもって言って、まあ、ブレーカーって基本入れるんだけど、その前別のもの水飲みだっけ、入ってなかったら補強もあって、いやこれは入れた方がいいっすよ、なんでって言うから、いやブレーカーだけならいいかもしんないけど、もしかしたらハサミつけるでしょ、つけた時に折れたりするのやるでしょって、だったら最初入れた方がいいよ、うん、プラス何枚の世界で済むんだからやった方がいいよって、やったら今だったら、この間もあ、だ昨日も来たんだな、昨日も来た話しちゃって、やっぱ入れてた方が良かったっていうのを聞きましたね。入れといて良かったと、はあ、油圧配管考えといてくださいってことですね。じゃあね、ちゃんとあった方がいいと思います。昔の軽はね取れるんですけどね、すぐね、あのコントロールバレルとか古い機械はね、今のはもう取れないので、やっぱ別にまだつけなきゃいけないからおげがかかっちゃうんですよ。そういうの知らないですもんね。そうっす、知らない人は知らないですもんね。まあとりあえず最初って、あのとりあえず個人熱で油分欲しいなんて人は正直、まあ、農家さんなら田んぼね水路掘れればいいやとか、うん、例えばじゃあ自分で今流行りで山買って自分で切り入れて古民家買ってやってる人が買うけど、ただ単に土を作業できればいいやって思って買うと思うんですけど、でも後で欲しくなるんですよね。そうなんです、だんだん乗ってくると、で今 YouTube とかいろいろね情報社会だから見てると、あ、こういう風にできるんだっていうのが出る、ハンマーナイフつけられるんだみたいなね、マルチャーつけられるみたいなね、